カウントダウン TV をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。髪型だけタカ&トシのタカです。トシです。よろしくお願いします。お願いします。ではなくてですね、はい、はい、ダイビングサービスジェスターの店長の紀藤さん。よろしくお願いします。で、ダイブネット編集長の大野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日取材を終えてみて、はい、感想は？そうですね、ダイブネットさんの取材は、まあ、毎回2回目なんですけども、はい、毎回ちょっとハプニングが巻き起こって、 そうですね、はいはい、それはそれで楽しいんですけども、楽しい、今日はね、楽しかったでしょうね。今日は、小野さんが機材を忘れたぐらいのちょっとしたハプニングしかありませんでしたので、機材丸々持ってこなかったですから ね、 ね、 からね。どんな取材ですか？今日はまあお題にありました通り、はい、ちびだんごちゃんに3兄弟、はい、それからクエと、クエちょっとちっちゃかったですけど、ね、チョコボール、はい、チョコボールってわけわかんないですか？クエ、クエ、あ、クエね。ネタが古いんだよ、古いですね。まあ両方ともね、はい、無事に画像映像に抑えられてもらえたので、はい、ほっと胸をなで下ろしております。下ろしちゃった、はい。で、これからの川野の見どころというのはどんなところが？そうですね、これからの見どころと言いますと、まあ、今日も見られてたんですけれども、今まさに、こう生命の誕生の時期、はいはい、陸上にも四季があるように海の中にもやっぱり四季があって、はい、その四季の中でも新しい命がこう誕生していくって、そういう時期なんですよね、はい。でまあ、サビハゼの卵だとか、はい、それからまあヤリイカの卵だとか、はい、でこれからのやっぱり時期としてはアオリイカの産卵が見どころになってきます。まあ、いつぐらいから始まる？やっぱゴールデンウィーク前後ですね。ここのカーナの場合はアオリイカの産卵床を、4月の中旬ぐらいに設置しますので、早ければゴールデンウィーク中に、うん、もう見られることがあります。はい、大体でも夏の終わりぐらいまで、見られることがあります。はい、それからあとはカエルアンコウのこんな、うん、ちっちゃい赤ちゃんなんかも、ね、出てきますので、その辺がね、旧イザリウオ、はい、旧イザリウオです。はい、そんなのがおすすめですね。はい、あ、団子号だね。団子号、団子号の団子で引っ張るって、ね、はい、団子号はね、はい、三兄弟ってまだ言ってないですもん。そうだ、あの団子号が今日はね、あの天使の輪もうだいぶ消えかかってきちゃってるんですけども、はいはい、あれは大きくなると輪が消えていく、消えてきます、はい。それからまあ赤色とか緑色とか、はい、まあ、環境に合わせて大人になるにつれて、色をつけていくっていう感じですね。まあ、団子号もね、6月の中旬ぐらいまで例年は見れてますのでね、はい、はい、あの見たい方はぜひぜひ早めに川田の方へお越しくださいませ。はい、じゃあこれからも頑張ってください。ありがとうございました。よろしくお願いします。皆さんお待ちしております。お待ちしております。いい感じじゃないですか？おっと、いけたかこれは。ちょっと曖昧いっちゃってんだよな俺。でも間空いてましたね。